こんにちは。こんにちは。ザマーユのザマーユラブ MC の伊吹玲です。昨日も今日も明日も竹内、どうもエブリー竹内です。エブリーこんにちは。こんにちは。ちょっとためましたね。ちょっとペン持ってて、あ、そうかそうか、 V できねえな今気づいちゃったはい、私が番組ディレクターの笹 D です。よろしくお願いします。はい、そんなわけでね、やってまいりました。我々のホーム、プレスルームですけれども、はい、今日はちょっと趣向を変えております。うん、ほら、後ろなんすかこれ、モニターをね、なんかおしゃれモニター。本日はですね、こちらのモニターを用意しまして、はい、やりますのが第1回ナノユニバース配送出すモアモアファッションクイズ王決定戦。よろしくお願いします。クイズ、クイズです。ファッションクイズ。まあ、あの2人ね、ファッション芸人、そしてモデルさんということで ね、 そうですね。まあ、ファッションに関してはまあお詳しいと伺っておりますので、まあそれはね、うん、もうやってますからね。やってます。そうですよね。エブリさんに関してはもう世界の文化出身ですから。あ、僕はもう文化不足学院でね、文化で2年間学んできてますからね、はい、背負ってますからね。まあ、でもそれ10年前ってことだけはちょっとファッションのブランクがあるということですけれども、はい、こちらですね、まあ、番組で、まあ、この1年半ぐらいですか、扱ってきたもの、それからまあファッションの一般常識、それからまあちょっとねマニアックなものも含めて、全部で今回12問クイズをご用意させていただきましたので、ちょっと今日はお二人にそちらを楽しんでいただこうという企画でございます。楽しみです。出たものですもんね、この番組で1年半でね。まあ、出たもの、一般的、そうですね、あとは、まあ、お洋服好きだったら、まあ、知ってるであろうっていう問題です、それが怖いな。めっちゃ怖いですね。今日はちょっとお二人のね、まあ、大人に拝見といいますか、ファッション愛についてちょっとね、試させていただこうかなというところで、どうにかして今後の仕事にもつながっていく。いや、もちろんそうですよ、はい、もう二度とファッション芸人名乗れなくなるかもしれないですからね。ワードとか俺知ったかぶりとかよくするんですよ。そうですよね、知ったかぶりとかするんで、だからもし本当に分かんなかったら、もうそこはちょっと面白回答でなんとかちょっと逃げていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、ちょっとルールの方の説明を最初にさせていただきますね。はい、クイズが、まあ、先ほど全部で12問と言ったんですけれども、はい、初級編、中級編、上級編と、はい、3段階に分かれております。で、一つの問題に対してエブリさん、伊吹さんそれぞれにご回答いただきますので、はい、2人とも正解の場合は2点で、どちらか1名正解の場合は1点と、で2人とも不正解の場合は0点となっております。共同作業、ね、共同作業です。そうなんですね。助け合ってください。あ、はい、なんだ、でもちょっと頼りないかもすぐボケちゃいそうで。いやいや、本当に真剣にやります。本気ですね。真剣にもちろん、はい、お願いしますね。はい、で、12問ありますので24点が満点 で、はい、で合計で、まあ、20点以上取れたら、はい、私笹 D からですね、ちょっとスペシャルなプレゼントをさせていただこうと思います。うわ、楽しみ。はい、20か。あんま間違えられない。あんま間違えられない。4問ぐらいですね。だって1人だったら2問、2問ずつじゃ本気の戦いだね。マジで本気でやります。うん、はい、そして、はい、まあ、これはでも15点に満たない場合、はい、申し訳ないですけど、お二人ちょっと罰ゲームをちょっと受けていただいた形に。嫌です。嫌です。いや、絶対嫌とかないんですよ。ランクがさっき20点より下がったプレゼントにしてくださいどっちでももらえるっていう。そうだね、ちょっと上がってるもんね。はい、配点のね、はい、基準を、まあ回答がね間違っててもすごい近いとか、めっちゃ面白いとか、そういう時にはそれもあり、そういうポイントもある。ポイント差し上げましょう。ササディポイントとして、ササディポイントやった、差し上げようと思います。エブリポイントよりいいね。エブリポイントは無意味です。無意味なやつ、あれいらないですもんね。俺もいらないはい、というわけでじゃあね、楽しんでいただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。まあ、ちょっとどんな感じかなっていうところだけ、うん、ちょっと一旦お試しということで、はい、テスト問題1個出しましたので、はいはい、ちょっとそちら答えていただこうと思いますね。はい、はい、第1問はこちらです。はい、この形のシャツの名前は何というでしょうかという問題でございます。じゃあフリップに書いていただいていいですか。さっき答え見ちゃったかもしれない
そういうことは言わなくていいですよ。これあれですもんね、まだこれはもうあの得点にはなりません、なりませんね、これはあのお試しなのでって笑う要素ありますかね。はい、はい、じゃあお二人回答出してください。せーの、ドン、はい、はい、ボタンダウンシャツということで正解です。まあわかりますよね、まあまあ、ちょっとその、はいはい、芸人としてどっちなのか、おしゃれシャツか悩んだんですけど、おしゃれシャツ半袖シャツとか悩んだんですけどボタンダウンそれやり始めるとね、まあ、定番のね、はい、ここにボタンが、ね、正解でございます。ここのね襟のところにボタンがあるのをボタンダウンシャツというんですけども、これもともとイギリスの上流階級がたしなむポロの競技で、まあ、騎乗して疾走するときに襟がこうパタパタとね風で動かないようにボタンを止めたユニフォームというのがもう元になっているというシャツでございます。こういうの教えてくれる、え、面白い、こういうの教え、ね、全部にちゃんとこれ解説ありますので、豆知識が。でこれもともとはアメリカのブルックスブラザーズの、はい、創業者のジョン・ブルックスさんが考案したのが始まりです。100年以上前ですね。めっちゃいい番組だ。でも100年ぐらいなんですね。そうなんですよね、意外とそのファッション誌の中で考えると結構最近なんですよ、面白い、そういう感じです。面白い、よろしいですか。はい、じゃあここから本気で言ってくださいよ。授業思い出した、好きだった。でもこういう授業めちゃめちゃ楽しい、面白いですから、面白いです。はい、では緊張してきたな、ここからいきます、はいはい、まずは初級編ですよ、はい、第1問こちらです。はい、もともとはテニスシューズだったが今やスタンダードとなったこのスニーカーの名前は何でしょうかという問題です。いいんですか。いいですよ、まあ、初級編ですからね。わかりますよね、そのままでいいですか。いや、もちろんですよ、そのままっていうか、いきますよ、はい、はい、じゃあ回答せーのドン、はい、スタン・スミス、正解です。このスニーカーの形自体の名前とかかな。そうそうそうちょっと深読みしすぎです。そんなに難しい問題だったよ。よかったですね、はい、よかったです。お、調子いいですね1問目は2人とも正解で、優しい問題でしたね。でも、はい、書いてありましたしね、そう、はいはい、あ、でもスタン・スミス、ね、2ポイントゲットでございます。ドキドキしちゃう。いや、ドキドキしますね、これ幸先いいですね。よかったよかったよかったっすよ。もう余裕っすか。じゃあ余裕だ余裕っすね。こんな感じです、ね、こんな感じで参ります。書いてあったもんね。はい、書いてありました。まあベロンとかね書いてましたからね、はい、まあこれはもうサービス問題です。ありがとうございます、はい、じゃあ続いて第2問いきますよ。はい、はい、こちらレディースアイテムで今年トレンドのこの透ける素材、通称何素材と呼ばれているでしょうか。うん、これいっぱい出てきましたね。これはね、伊吹さんも得意ですよね。はい。なんか言ってたな。いっぱい展示会でもね、そうそうそう出てきましたよね。今年も去年の秋ぐらいから結構出てますね。さあ、いきますよ。正解はどうぞ。ああー、これ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 。シアー素材。シアー素材。正解はシアーですね。あー、もう間違えた。なんか俺今回なんかその、うん、ゆきさんとかがシアーって言ってて、俺初めてシアーって聞いたんですよ。あー、ほんと、なんだシアーってって思って、そうだから変な名前だなと思って、だからこれじゃないって分かってたんだよな。でもまあシースルーでも合ってるんじゃないですか。合ってるけど、まあちょっと違う、今のトレンド的な言い方で言うとシアーですかね。残念、これ僕の10年前はシースルーでした。まあそうですね、僕の時代もまあそうですよね。シアー素材っていうのは、シアー素材なんですよ。なるほど、薄手のねちょっと ニットみたいな感じなんですけども、まあちょっと違うんだ、うっすら透けるような感じなんでね、結構レイヤードして中に着たりとかもする方いますけど、まあ、インナー使いとかレイヤード使いとかね、汎用性高くて女性らしさもあるということでね、なるほど、ナノユニバースからもたくさん出ております。ね、ありましたよね、はい、というちょっと宣伝要素もね、ありがとうございます。そうだそうだ、ぜひ覚えて帰ってくださいね。シアー素材ですね、はい、ということで2問目は伊吹さんのみ正解で1ポイントゲットでございます。もう初級で間違えることやばいぞちょっとどうせ滑るなら豪快に滑ってほしいところありますけどね。当てに行ってるんですけど、当てに行って外すって一番かっこ悪いやつでしたけどいやー怖いですね、はい、怖いですね、怖いですね。じゃあ第3問いきますよ、はい、はい、第3問はこちら。はい、春夏の定番素材リネン、これの主な原料となっている繊維は何でしょうか。え、そういう問題です。リネン、リネン知ってますよね。リネン、あ、原料ね、はい、リネンっていうのはまあ何からできているでしょうかということですね。エブリさん首をかしげております。え、ちょっと自信ない。お、本当ですか。お二人とも怪しい顔つきになってきました、はい、では回答の方よろしいですか。はい、はい、じゃあせーのドン、
朝。おー、正解です。ちょっと難しかったな、日本語が。本当ですか。いやいやいや、もう怖くなって、漢字も合ってるからそのくらい不安になって朝は合ってますよ。朝ですよね。あ、よかったよかったよかった。よかったね。めっちゃホッとするね、これ。怖かった、これちょっと。はい、これでお二人2点ゲットでございます。やったー、はい、よしよしよし。そうなんですよ、リネンはね、多くはフランスとかベルギーで生産されてまして、フランス語でリンネルと呼ばれております。で、これ古くは、ね、紀元前8000年頃エジプトでミイラを巻くのにも使われた世界最古と呼ばれる繊維なんだそうですよ。面白い、ね、僕も調べて知りましたけど、ね、朝怖かった、ボケた方がいいのかなとか思ってよかった、まあ、ボケるのは本当に分かんなかった時にしといた方がいいですね。よかったよかったよかった、まあ、まだ初級だからね。初級です。初級間違えられて、もう間違えてるけど、あー、ドキドキする。割といいです、割といい感じで来てます。いいねいいね。じゃあ第4問でいきますね、はい、初級編はこれが最後の問題になります、はい、さあ第4問はこちら、じゃじゃん、はい、スニーカーの語源になっているある動物とは一体何でしょうかという問題です。さあちょっと難しくなってきた。何か考えたら分かるんだろうな。これ、これモアモアでは出てきました。モアモアでは出てないかもしれないですね。じゃあ考えた方がいいな、うん、どうしてまあスニーカーっていう言葉になったのかっていうところをこうちょっと探っていくと、もしかしたら見えてくるかもしれないですよ。さあ、分からなかったら面白回答でお願いしますよ。ハードルだけだけどさりげなく出すから。そんな珍しい動物ではないですか。あ、多分もうお二人とも見たことあると思います。テレビなり動物園なりどっかしらで見たことあります。はい、はい、じゃあ回答揃えましたでしょうか。お願いします、はい、せーの、ドン、はい、チーター。スニッカーズ大好き猫です。なんじゃそれ。本当に分からなかったんですね。分からないし、これをもじった動物も出てこなかったです。なるほど。もじった動物でボケようかなと思ったんですけど。イムさん、なぜにチーターと。なんかスニーカー履くと速く走れるじゃないですか。うん、なるほどね。で、形的にもちょっとチーターに似てるかなっていうところで、うんうん、チーター。わかる、わかります。チーター、わかります。僕もちょっとチーターはあり、ちょっと考えた。わかりました。じゃあ正解はですね、こちらです。はい。ヘビーです。スネーク。スネークか。スネーク。スネークのスニーカーなってるんですね。なんでかって言いますと、まあ、あの革靴と違ってね、こう音を立てずに忍び寄るスニークっていうんですけど、そんな靴として使えるよっていうことで、1916年にケッツというねスニーカーメーカーがキャッチコピーに使用したことから以後スニーカーと呼ばれるようになったと。なるほど。そっか、昔は革だったから、革靴とかだから音が鳴るけど。なるほど、ね、実際スニーカーってね、あのアルファベットで書くとスネーク、確かになんじゃないですか。なので語源がこのヘビだったということで、非常にこう我ながらいい問題だなと思います。いい問題。でも初級ですかこれ。これはちょっとね、まあ、初級でも最後の問題なんでね。考えたら出るかもしれないですもんね。そうだね、スペルで考えればよかったんだね、はい、うん、まあ、お二人頑張ってね考えて、エブリさんに関してはちょっと意味がよく分かんないですけど意味なんてないんです。はい、ということで初級編4問終わったんですけども、うん、現在のところと獲得した得点は5点と、うん、いうことです。まあ8点中5点なんでね、ちょっと後半頑張らないと。シアー素材が響いてますね。そうだね、1点の重みがね。シースルーでドスベリしちゃいましたけど。ドスベリしてないですよ、つい間違えただけですよ。続きまして、はい、頑張ろう、はい、ここからちょっと難しくなってきます。中級編です。ただ難しくなるけども、これもね、ファッション愛があればこう乗り越えられる問題だと思いますので、エブリさんに関してはね、これもう多分学校でやってるんじゃないかなっていう問題が結構あります。なんでちょっと頑張ってください。中級編第1問目、5問目ですね、こちらです。はい、シャツのボタン、男性は右前なのに女性は左前、これは一体なぜでしょうかという問題です。絶対やってるな。絶対やってると思います。確かにね、女性だけなぜかこう合わせがね、逆左なんですよね。男性はまあ右なので、なぜなのかという。なんですね。わかりました。あ、わかりました。本当に、はい、合ってるかわかんないですけど、じゃないかなと。すごい。どっちに。どっちに行こうかな。なんか絶対言われた気がするんだよな。
これはね、多分そのファッション誌みたいなところでね、やってると思いますね。女性って実際その左前のボタン締めづらいですか？全然、あ、もうむしろそれの方が慣れてる。慣れちゃえばって感じなんですかね。たまに男性用を買うとちょっと違和感があるなって感じ。じゃあお二人回答、せーの、ドン。刀関係、男性は右行為、女性は左行為。それは偏見というか、そんなことあります？昔は嘘でしょ。ゆみさん、刀関係とはどういうことですか？刀男性はこう右から、はい、あ、左から抜いてたじゃないですか、はい、だから刀を抜かないぞっていうので反対側になったとか。でも洋服だから か、ね、日本じゃないですか ね、 かね、はいはい、あのなんかでもそれっぽいこと言います。着物だったらまあ分かるんですけど。じゃあそう、そこら辺から来てるかなと思ったんですけど。着物もこの前、まあ、そうそうそう、すごいなんかそれっぽいこと言いましたけど。確かにめっちゃそれっぽいですね。普通冷静に考えると全然違いますね。いい、昔はね、あの男性は右で女性左が多かったらしいですよ。昔はね、今は結構右の方が多いんですけど、昔はそれで、あの堂々と嘘をつくなよ。この100年ぐらいでガッと変わったらしいです。みんな急にね、遺伝子的にね、はい、遺伝子的に変わった。合わせなくていいですよ。そんなわけないんだ。じゃあ回答はね、こちらです。はい、召使いが着せるための名残だったということなんですね。ちょっと近いよね。近い、やっぱ歴史をたどってる感じは、考え方は正しい。近いと言っていいのか。女性にはこ着せる、そうなんですよ、前から着せるからってことか。昔ね、ヨーロッパではそのボタン付きのシャツが着れるのは上流階級の女性だけだったので、召使いがボタンを締めやすくするためにこう合わせがね、左回りだったっていう、それが今でも残ってるらしい。面白いっすよね、よく知ってね。それやってますから、やってるやってるしか、めちゃめちゃ楽しかった。授業大好きでした。へー、これはね、まあ、エブリさんに関しては全く違うけど、エブリさんに関しては考え方としてはまあ近いので、近いですよね。ササディポイントとしてもう1点差し上げましょう。やったー、でかいよこれは、はい、素晴らしい。はい、結構難しくなってきたんじゃないですか。難しいね。めっちゃ難しいですけど楽しいです。楽しい。解説は解説ありきで進めておりますので、はい、じゃあ続いての問題はこちら。はい、日本語では千鳥格子と呼ばれるこの柄、英語では何と呼ぶでしょうかという問題でございます。この模様がまあ何に見えるかっていうね、ところも結構ヒントになるかもしれないですね。日本語でいう、まあ、千鳥格子っていうのは、その千鳥、まあ、鳥が飛ぶ、飛んでいく様に似てるから、まあ、千鳥格子と言われてますけど、英語ではこれは一体何柄と何と呼ばれていたんでしょうかというね。ヒント欲しいですか？え、いいですか？欲しい。何かの動物の名前が入っています。それフルネームです。フルです、ね、動物の名前じゃなくて、あ、動物の名前もフルでですね。結構ね、この柄特に秋冬とかだとね、ジャケットとかコートなんか、あとマフラーとかかな、出てくることが多いですけども、ゆみさん自信ありますか？はい、あります。はい、おお、じゃあ、まあ、これは大丈夫です。揃いましたでしょうか？はい、じゃあお願いします。せーの、ドン。ドン、はい、トリックバード、千鳥格子。一応音だけははめましたけど。ね、ちょっと音近くない？トリックバード。いい、浜崎あみが体操だね。ブルーバード。千鳥に引っ張られてね、トリックバードになってしまったと。千鳥格子。千鳥格子。ゼブラガーラもあったんですけど、ゼブラガーラもあったんですけど。英語でつってんのに 100% 違いますね。なんちゃらチェックかなとか思ったんですけど。じゃあ回答出しますね、はい、回答はこちらです。ハウンドトゥース。うわ、聞いたことない、ピントもこないわ。あ、そっか、そうなんだ。ハウンドトゥースっていうのは犬の歯っていう意味なんですね。犬がこう剣士をね、こう、まあ、こう歯をむき出しているようなところに、まあ、見えたんじゃないですか、外国の方々は。今の柄よりさらに細かいものはパピートゥース、まあ、子犬の歯みたいなふうに言われたりもしてるみたいですね。これがですね、最も古いものがスウェーデンで発見された紀元前360年ぐらい前のもので、織模様としてはこれがもう多分世界ですから最も古い柄なんじゃないかって言われてるみたいですよ。複雑そうに見える、ね、織柄としてのこのハウンドトゥースっていう名前がついたのが1936年、まあ、ちょうど100年ぐらい前のことらしいですということ
ということでしたね。はい、ちょっと難しかったのでお二人とも0点でございます。ドッティ語しはちょっと面白いですね。よっしゃ面白いポイントなし。いやでもちょっとポイントまではついた、ね、ポイントまではないか。トリックバードもいいですけどね。トリックバードもなんかそうだと言われたらまあそんな気もしますけど全然違いました。全然違ったら確かに違いましたね。難しかったな、というところです。一旦ここら辺でちょっと前半は終了しましょうか。はい、ね、どう結構難しかったですか。いや難しいし、なんか初級編がでも一番怖かったです。なんか、あ、ここで外せないって、ね、確かにそれはありますよね、はい、めっちゃ外しましたよね。半分外してるんですけど、まあ、でもゆくゆくねお二人ともテレビのお仕事とかでクイズ呼ばれるかもしれないですから、はいはい、シミュレーションだと思ってね、本当そうです、やっていただけるといいなと。もう一回教科書を見直します。一応の残してあるんで、文化の時の教科書とか。ファッション芸人なんかそういう大会みたいなのもしかあるかもしれないんで、ちゃんとそういうのはちょっとやっといた方がいいと思いますよ。ひろきさんアドバイス、まあ、あんまりちょっとクイズないかもしれないんですけど、ちょっと知っとくと面白いかもしれないですね、うん、でも勉強になりましたね、だいぶね。だいぶなりました、うん、なりましたって言いますけど、まだ前半ですから。あ、まだあるのか。後半ありますからね。後半も引き続き頑張ってください。はい、ザモアユのザモアユラブ、次回もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。後編に続く。